次はこの方に直撃。前川清です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご自身のセールスポイントから教えてください。やっぱり強くバットを振って強い打球を打つっていうところが自分のセールスポイントかなと思います。下半身の使い方がまだ下手くそなんですけど、その中でやっぱり頭の位置があんまりぶれないようにしっかり体の中に一本の軸を刺した感じで、しっかり軸で振るっていうところを一つのテーマとしてやってます。ここまで の、その手応えといいますか、やっぱり勝負が始まっていると思うんで、その中でいかに自分の中で吸収してやっていくかが大事だと思うんで、もう一つ一つのことに関してやっぱり自分のために思ってしっかりやっていけたらなと思います。平谷軍監督に何か一言あれば。これから毎日厳しくバッティングを指導してもらえたら嬉しいです。ルーキーやどんな1年にしたいですか。体幹がちょっと弱いんで、体幹をしっかりするのと、あとはやっぱり実践的にもう野球の脳を全開に働かせてやっていくところが1年目大事かなと思います。平田さん、はい、前川選手が厳しくバッティング教えてほしいと話していましたよ。いや、僕のバッティングは教えられないねそんな日高と藤井コーチにお任せしてね、はい、ただやはりね、今聞いててもしっかりしてるね、で前川とちょっと話しても、金本モデルのバットを使おうと思ってますということで、金本みたいなね、選手、ああいう偉大な選手を目標にということで、楽しみですよね。監督、前川のバッティングっていうのはご覧になられたことはあるんですか。いや、まだね、ロングティーとかやってるのはね、見たことないのよ。あ、そうですか、うん。この選手にかける期待っていうのはどんなところ。いや、やっぱりね、井上と一緒で、井上は1年目から4番にしましたけど、この辺をね、2人で切磋琢磨して、やはり将来、浜風に負けない、今ヤクルトのね、村上がさ、はい、4番を打って、はい、やはりチームを引っ張っていってるように、こういう大きいスケールの大きい選手に育てなきゃいけないなと思ってますよね。やはり浜中さんも高校を出てプロの世界に飛び込んで、その前川選手の今感じていることすごく覚えてらっしゃるんじゃないですか。分かることもあるんじゃないですか。ああやってしっかりしてなかったです。自分ぼやっとしかこう目標ってなかったですけど、自分はね、体幹が弱いからこうしないといけないという、自分の鍛えないといけないところも知ってるんで、やっぱすごくやっぱ自己評価っていうのをしっかりできてるなっていうのは思いましたけどね。でも浜ちゃんはあれやん、甲子園で場外ホームラン打ちますって、ね、そういうことをね、監督それは言わないでください、ね、そういうことをね、高校時代にやっぱり言えたっていうのはね、はい、やっぱり当時ファームでも浜ちゃんも4番をね、すぐ抜擢されてるのよ、はい、うん、だから浜ちゃんはね、そういう謙虚なね、答えはね、いらないよ。いや、監督の指導にかかってますね。いや、任しといてよ